ローヌ川の源流である、ローヌ氷河とハジュ4、4i 型が牽引する氷河急行、旧古河峠区間のグレッチ駅、1980年頃、ラック区間で、氷河急行を牽引するハジュ4、4i37 号機、アンデルマット付近、1980年頃マッターホルンゴッタルド、鉄道ハジュ4、4i 型電気機関車は、 スイス南部の私鉄であるマッターホルンゴッタルド鉄道で使用されている山岳鉄道用ラック式電気機関車である。2003年にブリークフィスプセルマット鉄道と統合してマッターホルンゴッタルド鉄道となったフルカオーバーアルプ鉄道は路線の両端のディゼンティス、ミュースターと ブリークで接続する、同じ 1000mm 期間のレーティッシュ鉄道及び、ブリークフィスプ・セルマット鉄道の前身であるフィスプ・セルマット鉄道。外ズレも AC11000V16 に、3Hz で1920から30年代までに電化がなされ、路線のほぼ中央のアンデルマットで接続する、同じく 1000mm 期間のシェレネン鉄道が、 d c 1 2 0 0ボルトで電化されていたのに対して、1940年代まで、蒸気機関車による運行が続いていた。しかし、第二次世界大戦による石炭の価格高騰の影響によって、銅鉄道も電化されることとなり、両端で接続し、1930年からは下記に、氷河急行の客車の直通が行われていた。 両鉄道と同じ AC11000V16 に 3Hz での電化が1940から42年に実施され、使用される機材として、ブクフィーに4型ラック式電車と共に用意された、ラック式電気機関車が本形式であり、フィスプツェルマット鉄道が1929の30年に導入した、ハジュ4、4型の11から15号機をベースとして改良した、 期待となっている。ハジュ4、41から15号機は、フィスプツェルマット鉄道の電化に際して、SLM を予備員ォで製造された、ラック式の電気機関車で、SLM の開発で当時普及が始まっていた、主電動機から、粘着動輪と、その車軸にフリーではめ込まれたピニオンの双方に、歯車で駆動力を振り分ける駆動装置を組み込んだ。 コンパクトな台車を特徴としており、125パーミルの、勾配で60トンの列車を、牽引可能な機体であった。古かオーバーアルプ鉄道の電化に際してはこの機体を、ベースとして、電気機関車が検討されていたが、1930年代の、ムホによる、ケーススタディでは同期をベースに1時間定格出力 496kW から 736kW に、 増強した機体が検討されており、全長 14,100mm、自長58トンで、固定軸強1,050プラス 1,050mm の3、軸台車を使用した、車軸配置のもので、外観は、ハジュ4、4。11から15号機とルイズデザインで、ボンネットが片側 2,430mm から 1,200mm に、短縮。 車体を 7500mm から 9960mm に延長して電気機器の大型化に対応した電気機関車となっていた。その後、主変圧器の揺れ化をはじめとした電気品の小型化により、ハジュ4、4 1から15型とほぼ同一の機体寸法を。 および重量でより高出力の機体とすることが可能になり、まず1939年製に試作機として1時間低角出力 736kW のフィスプツェルマット鉄道ハジュ4、416号機が製造され、この機体を原型として、主に速度性能の向上のために、さらに出力増強をした機体が、古かオーバーアルプ鉄道に導入されることとなった。 この機体はまず1939年10月にハジュ4、4 i 31から34号機が発注されて1940年に導入され、その後1943、48、56年に35から37号機がそれぞれ導入されている。なお、原型機からの主な変更点は以下の通りであり、ハジュ4、 4型の11から15号機とも、車体外観は大きく異なるものの、台車軸距や台車中心間距離は同一で、全長や台車も、ほぼ同一の機体となっている。本形式は、原型機と同様車体、機械部分、台車の製造を、SLM、電気部分、主電動機の製造を、NFO が担当して、1940年から1956年に、 かけて31から37号機の7機が導入された低圧タップ切り替え制御により1時間定格出力9 1 1ット軽引力 112.7k のを発揮して、勾配110パーミルで100トンの列車を、軽引可能な中型機であり、原型機のものを改良した。 軸距 2010mm の二軸ボギー台車内に二台の主電動機と二軸の動輪、ラック用のピニオンを組み込んだ台車を特徴としている。なお、本形式は製造当初は、ハジュ4、4型と呼称されていたが、その後1985年にハジュ4、4通型が導入された際に、区別のためハジュ4、4i 型と呼称されるようになったものであるが、車体表記は、 ハジュ4、4のままとなっているほか、原型となった、ハジュ4、41から15号機がクロコダイルと呼称されるのに、対し、本形式は、デッキ付けの外観から、バルコニー機関車と呼称されることもある。また、本形式は1時間定格出力9 1 1ットで、荷重2.0トンの荷物室を備えており、 同時期の1941年に製造されたスイス、連邦鉄道フィーオン、6型は1時間定格出力9 7 0ットで、荷重3.0トンの荷物質を、その後増備された、で4 4、51から55系、で4 491から96型も、同様に1時間定格出力1 0 3 2ットで、 荷重1.5から2.5トンの荷物質を備えるという類似の機体であるが、形式上は、本形式機は、電気機関車、その他の形式は、荷物電車に分類されている。それぞれの基板と SLM 製版製造所、製造年、運用開始年は、下記の通り。ハジュ4、4I 型の試作機であるキューブリークフィスプ、セルマット鉄道のハジュ4、4十6号機。 ありがとうございます。